アウトバーンにはスイスの高速道路の一路線である。北から南まで全国を斜めに縦断する最も重要な幹線道路の一つであり、北ヨーロッパと南ヨーロッパの最も重要な連絡路の一つでもある。北西のドイツ国境、バーゼル付近から南東のイタリア国境、キャッソ付近まで 295km の路線を持つ主要道路、バイルアムライン。 クラインヒュー人間出入国審査検問所で、ドイツのアウトバーン後の延長線として始まる。スイス第三路とシバーゼルを経由してから南東に、ルツェルン方面に走る。ルツェルンを経由し、ゴッドハルとマシフに向かう。道、マシフを貫通する、約 17km の長さを誇るゴッドハルとト,トンネルを走り、ティチーノ州に入り、同州の州と、ベッリン町ォーナおよび、 最大都市ルガーノを通り過ぎ、キャッソ、公務室入国審査検問所で終点を置き、イタリアのアウトストラーダ A 級となる。ティチーノ州の他にバーゼルイコールシュタット巡州、バーゼルラント巡州、ゾロトゥルン州、アールガウ州、ルゼルン州、ニトバルデン巡州及び、ウーリ州を通る。A にはその皇帝に、スイスの他の主要アウトバーンと交差し、もしくは、 永遠にから分岐するアウトバーンが多い。その中から、スイスの最も重要な東西横断道路の A1 がある。ゴッタルド峠を通るアルプスの参道は、アジェラ・マンズやマンズ・トレバーなどと呼ばれ、古代ローマの時代から、交易や軍事に利用されてきた。しかしそうは言ってもシェレネン渓谷が非常に難所であった。ため、地理的重要性は長い間、比較的、低いままであった。 アルプスの山道の重要性が高まったのは中世、特に渓谷に最初の悪魔の橋が架かった1230年以降のことであった。1595年には2番目の橋が建設され、1831年、ついにゴッタルド峠に駅場所のための最初の舗装道路が敷かれた。しかしながら、鉄道の開通、さらに1882年のゴッタルド鉄道、 トンネルの完成によって、駅馬車はその使命を終えた。アルプスの山道は再びその重要性を失ってしまったのである。こうして1895年に、初めて自動車がゴッタルド峠を越えて以来、アルプスの山道における新しい自動車道路の建設は1953年まで行われなくなる。1955年6月11日に、ルテルンイコール、 南幹線道路が開通した。これが今日の A2 の前進であり、さらにスイスの高速道路の前進となる。この路線はアイヒャホーフからエネットルを結び、ルツェルン南部の郊外の町、ホルフへのバイパスとして役立った。ただし今の基準と比べれば、インターチェンジは非常に短く路面表示もない上に、航路肩やガードレールといった安全設備も備えていなかった。 また、横断歩道や自転車用車線も道の両側にあり、立体交差は全く存在しなかった。1958年、国による全国的な高速道路網の建設を求める国民投票が可決された。背景には、経済成長によって民間のインフラ投資が急速に活発化したことがある。こうして1960年6月21日、 国土を東西に横断する軸となる路線 N1 が計画された。これは、ジュネーブからローザンヌ、ベルン、チューリッヒを経由して、ボーデン湖まで到達する予定だった。しかし一方で、バーゼルからキ圧スを結ぶような南北の軸となる路線は計画されておらず、連邦議会がゴッタルドにおけるトンネル建設と高速道路網の拡張を最終的に決定したのは、1960年に、 設置されたワーキンググループの推薦を得た後の1965年のことであった。こうして N2 の建設計画が始動した。ゴッタルドのトンネルは現在ゴッタルド道路トンネルと呼ばれ、下車年からアイロロを貫通している。1965年にルツェルンイコール南幹線道路に直結するヘルギスビールシュタンスシュターとの区間が開通し、 1969年に、シュタンス、1970年に、ブオクス、1974年には、ベッケンリートまでと、徐々に延伸されていった。ティチーノ州の各区間は1960年代までに完成した。ルガーノの北部及び南部から、州都ベッリンツオーナノバイパスとして、キアッソのイタリア国境地域へと延伸された。さらに1969年に、 N3 の一部として、バーゼル・アウクスト区間が開通した。アウクストからいる近源の間にある、ジュラ地域の区間は、ベルヒエントンネルを中心に構成されている。この全長約 3km のトンネルは1963年から1970年にかけて建設され、AA2 の当該区間と共に、同年12月に開通した。1970年5月5日に、 ゴッタルド道路トンネルが公式に建設を開始され、10年後の1980年9月5日の午後5時に開通した。1970年代には、アルトドルフからの北側のフィーダー路線も建設された。同時に1971年からは、全長 9.3km のゼーリスベルクトンネルの建設も始まり、同じく1980年に開通した。南にある、 ゴッタルド道路トンネルと違い、2本のトンネルが作られたため、これにより、N2 のこの区間は、完全に4車線の高速道路となった。このトンネルにより、ニトバルデン巡州とウーリ州、ひいては、スイス高原とゴッタルド峠が結ばれることになった。西側の出口は、全長 3km 長のベッケンリートレーネン、高架橋につながっており、 建設当時はスイスで最も長い橋梁であった。しかしこの記録は4年後にイベルドンにできた英語の高架橋に塗り替えられた。この区間の開通によって N2 のルツェルンとゴッタルドトンネルの間の区間が完成した。1971年から1974年にかけてバーゼル市内の路線が整備された。1980年及び1981年に ビッグアータールジャンクションからルゼルン州の延々イコール北までが開通した。また1980年にはドイツの英語に接続するバーゼルのバイルアムライン国境検問所が設置された。1980年から1986年にかけてレベンティーナ地区のアイロロからベッリンツォーナ館が建設され、また1983年にモンテチェネリを通るルートが完成すると、 A2 の全線が開通することとなった。特に、レベンティーナ地区では長い間高速道路の建設が反対されていたため、多くのコストと時間を要した。これによって、多数のトンネルや高架橋建設が余儀なくされ、特に、ビアシーナ高架橋は、標高100メートルの地点に建設されたため、現在スイスで2番目に、標高の高い建造物になっている。 1996年に路線ナンバリングが変更され、N2 から A2 に故障が変更された。ありがとうございます。